お前たち、鋼のことは知っているか？人間を喰らう魔獣ホラーを狩る魔界騎士、その多くが鋼と呼ばれる名もなき鎧をまとう。だがな、鋼こそが魔界騎士の原点。全てはここから始まった。これは鋼の騎士たちと黄金騎士道外龍河の新たな物語だ。その死骸があるな。なさり自身。ああ、貴様を倒しに来た。モツの館じゃねえ。Ah!
つはゲートに逃げ込むつもりだ。ここまでのようだな。おい、隠れてないで姿を見せろ。魔界奉仕か。私の名はこより。何の用だ。睦月奉仕より託されたものです。必ず黄金騎士に渡すようにと。破滅の門が開くだと。火急の事態、どうしても黄金騎士の力をお借りしたいのです。お願いします、私とクレアシティに来てください。クレアシティのどこかに最古のゲートと呼ばれる破滅の門があるのか。はい。なぜ破滅の門が開きかけているとわかった。ホラーの出現が増えているんです。破滅の門には人の因果を増大させ闇へと誘う力があると言われています。ここ数ヶ月、それほどの因果を持っているとは思えない人間がホラーに憑依されているんです。なんだザルバ。妙な匂いがプンプンする。匂い。人を惑わせる甘い匂いだ。久しぶりやな。セーラー
この町に魔界騎士はいるのか。はい。どうした。どうですか、クレアシティの印象は。とても賑やかな町だな。私は自分が育ったこの町が好きなんです。何としてもこの町に住む人々を守りたい。え？どうしてバレたんですか。出入り業者に気づかれたんです。鉄骨の量が合わないって。発注先とは話がついてるって言いましたよね。設計図も整合性が取れてるって。設計図は完璧だった。杉田さん、悪いけどこの件かぶってくれるかな。え、発注者への虚偽申告、施工不良、その他もろもろ、責任は全て現場監督にあった。待ってください。工期の遅れで勝手に判断したことで。話が違う。絶対バレないって言うから協力したんだ。今さらそんなこと言われても。うさいな。これまで誰のおかげでいい生活できたと思ってんだ。警察行っても無駄ですよ。我々があなたにお願いした証拠は何も残ってませんから。行くぞ。嘘、私何も感じなかったのに。してやる。
早く逃げろ。邪魔をするなよ。こより、その人を頼む。はい。鋼の鎧、こいつは俺の獲物だ。ここは俺の町だ。手を出すな。相馬。邪魔をするな。待って相馬。あいつは白羽相馬。
クレアシティを管轄する魔界騎士です。白羽相馬。孤独に戦いさまよう心はアンビシャスな街に溶ける。壊れて散りゆく魂救えるものかと開くゲートが笑う月より。人々を守り、迷宮アリビスへ行き破滅の門を封印する。あの構えは光を受けて闇に帰れ。